こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日はスターシードについてお話ししたいと思います。スターシード、宇宙から来た、まあ、魂ですね。うん、ほとんどのさ人が、まあ、だから9割ぐらいの人が地球、もともと地球じゃなくて、まあ、宇宙から来た魂って言われてるんですよね。それでその中で地球の輪廻転生をずっと繰り返してて、だからもう何ていうの、自分がさ宇宙から来たことなんてすっかりみんな忘れちゃってんですよね。だからスピリチュアル否定する人たちも、まあもともとみんな宇宙から来てるんだよね。でこう地球の体験、いろんな体験したいなと思って地球にいるっていう感じだと思うんですね。それで、まあ、一般的にスターシードって言われてる人がどういう人なのかって、私なりの考え方なんですけど、要は何て言うのかな、行ったり来たりしてる人がいいんですよ。だから今世終わったら宇宙に帰って、で今世なんだね、その宇宙に帰って、まあ、例えばプレアデスとか金星とかに行って、その後また地球に戻って地球を体験して、その後にじゃあ土星に行ってまた地球に戻ってとかさ、っていう感じで地球だけじゃなくていろんな惑星を転々としてる人とかもいるし、あとはその地球と他の惑星を行ったり来たりしてるタイプの人もいるって感じだね。でこういう人は要は地球の中のこう輪廻転生をずっと繰り返してる人に比べると波動は高いんですよ。要はその宇宙のエネルギーを持ってるから行ったり来て、なんていうのかな久しぶりに帰るわけじゃなくて、しょっちゅう行ったり来たりしてるからってことだよね。そうだから宇宙エネルギーを放ってるみたいな感じですね。でこう行ったり来たりしてるから地球のことも分かってて宇宙のことも分かってるみたいな、そうこういうタイプの人はまあスターシードって今言われてる感じの人だと思うんですよ。であとはその初めてとかあんま地球に慣れてない感じの、まあ、スターシード、要はもう地球がほとんど生まれてない人で、だなんだろうね、プレアデスに行って初めてとか2回目とかでさ地球に生まれてきてる人みたいな、そういうタイプの人のスターシードがいるって感じで、で最近生まれてる子たちは本当にもう初めてとかっていう人が多いんですよね。そうだから本当に生粋のこうなんていうんだろう、宇宙エネルギーを持ってきてるから、まあ本当に全然地球に馴染まない、だから地球のこうなんていうの、今まであった独特の考え方と かなんだろうね、ルールとかっていうのは、まあ、かなりこう独特すぎてうまくいかないようにできてたルールだからね。 そのルールを、まあ、本当のルールというか正しい道、正しい道っていうのかな、まあ、うまくいっちゃうのが結局宇宙だから、地球も同じ一つの惑星だからうまくいっちゃうんですよね。そういうまあルール、あとはそのなんていうのかな、まあ、みんながこうね、今はなんかこうピラミッド社会みたいのがずっと来てたから、そういう社会のルールとかシステムとか、そういうのが本当に地球独特で、あなんだ一定の人だけが潤うようなさ多分形になってたりするんじゃないかな、そういうのを、まあ、ぶっ壊しに来てるみたいななんかそういう感じのスターシードが、まあ、いっぱい生まれてたよね。規格外だらけの人たちだと思うんですけど、要はもうすごい、だからスターシードっていうのはエネルギーが強いんだよね、だから何ていうのかな、いろんなものに左右されないっていうか、でもこう無意識いろんなことが学ばなくても分かっちゃうみたいな、そういう感じだと思うんですね。それで、じゃあ、まあ一般的にさ、だからこうなんでスピリチュアルって、スピリチュアルって言われてる人たちもいるんだけど、ちょっとやっぱさスターシードとの違いっていうのをなんか最近こう目の当たりにしたというか、そういう出来事があったんだよなんかさスピリチュアル界でちょっとこういろいろあったみたいなんだけど、スピリチュアル界ってそれでなんかそういうのにこう入るのかなと思ったら全然やっぱり難しかったんですよね。で、あと思って、あれ私巻き込まれないんだと思って、あスターシードっていうか宇宙の方意識向けてるからだなっていうのを思ったんですね。そうだから、まあ普通にね考えた時に一見するとさスピリチュアルとスターシードって同じような感じで思いがちなんだけど、要はちょっとやっぱり違う次元なんだなっていうのを感じたんですよ。
だからやっぱこう自分がスターシードかなって、宇宙から来た魂かなって感じてる方っていうのは、もうそっちの方に意識を、宇宙の方に意識向けた方がやっぱ早い、次元がやっぱりさこう上がるんじゃないかな、うん、バーンと上がるんじゃないかなっていう感じかな、うん、そうで、今までは要はその地球ってさ、まあ、神様とか仏様とかさ、まあ、竜神様とかももちろんいますし、そういう降りてこれる神様とかそういうエネルギーが次元がある程度左右決まってたっていうのかな、左右されてたんじゃないかと思うんですよ。まあ、今までの地球は3次元ぐらいだったから、まあ降りてこれるとしたらまあ 4次元とか5次元ぐらいの存在だったのかな。そのあたりの存在がこう統括してたというか守ってくれたりしてたんだと思うんですけど、だんだん地球の波動が上がってきたから、次元が上がってきて、要はさいろんなこう存在、今までこう介入できなかった存在が介入してくれるようになってきてるんですよね。そうだから、こういう宇宙とかっていうのは要はその住んでる次元が、部屋なんだろう、住んでる場所が違う、うん、私たちがここにいて彼らがここだとするとさ、どうやっても交わることができなかったんだけど、ここがだんだん私たちが上がってきたから、なんかこう交わることができるようになってきたんですよね。そんな感じ、うん、だから今宇宙の方に意識向けてね、私も今やってますけど、やっぱりもともと私たちって宇宙から来てるから、そっちの宇宙の方に意識向けると、要は今までできなかったことが地球でできなかったねことができるから、早いんですよね。早いし、こうやっぱ爆発力があるし、で、こういうことがだから、なんていうのかな、もっともっとだからいろんなこうワークとかやってると思うけど、手放しであったり統合であったりブロック解除であったりっていうのがさ、宇宙の方に意識向けると早いんですよね。早いと思う。要はもうすごいエネルギーでやってくれちゃうからね。今までできなかったエネルギーで要はできちゃうみたいな感じだから、それでスターシードのさ役割としては、だからもともとこっちから来てるし、こっちが、まあ、正しいというかこっちの方が早いよっていうのが多分わかると思うから、宇宙の方に意識向けちゃった方がいいよっていうことですね。なんていうのかな、自分は宇宙から来たのかなとかさ、こうやってさいろんな手放しとかやってるっていうのは、やっぱまあみんな徐々に徐々に元々の自分の波動に上がろうとしてるってことなんだよね。戻ろうってことか、うん、戻ろうとしてる。でしかもさ、すごいいい具合にこのさ、なんていうのかな、今世の自分に合わせて前世の自分が頑張ってきたんですよ。前世の自分が頑張ってきて、やっとやっとこう、なんていうのかな、ここまでこぎつけたみたいな、やっと宇宙に帰れるぐらいのさ波動を上げてきてるから、すごい今世の自分っていうのは、なんていうのかな、集大成みたいな人多いんだよね。なんか講座受けてくださってる方で、もうどう見てもスターシードなんですよ。なんて言うんだろう、もうエネルギー的にさ宇宙のエネルギーだなみたいな、直感が鋭かったりとか、自分のことも本当に一切否定しないというか、なんてそのまんま受け入れてるみたいな感じの人がいて、あもう絶対こうスターシード、宇宙の行ったり来たりしてる人かなと思って話聞いてたら、でもなんかこうやっぱこう誰か見てもらったりとかね、自分なりの考えとしてはやっぱこうこれに合わせていろんなことを学んできたりして、やっぱりこう手放し手放しをして、今の自分にやっと上がってきたみたいな感じでお話しされてたの聞いた時に、だから本当にさ今世が、なんて言うんだろう、今世に合わせて今世をどれだけこうなんか楽しみに来たのかっていうところなんだよね。要はもう今世終わったら、本当に久しぶりに今まで地球の輪廻転生を繰り返してた人がさ、ここまでやっぱりスピリチュアルなことであったり宇宙の方に意識が向け始めてるっていうのは、要はもう今世終わった後宇宙に戻る、またこれでほらまた戻ってこないとかじゃないんだけど、久しぶりに帰るってことなんですよね。地球を楽しんでたから、ずっと地球の体験をしてたから、そうだからこれをなんていうのかな、やってるっていうか、こういう風な感じになってるスターシードの人が多いって感じかな。スターシードなんだけど、まあ要はそのずっと輪廻転生を繰り返してたから、久しぶりに帰る組のスターシードみたいな、そういう感じかな。そうだからこういう人がたくさんいると思うから、
なんかそろそろね、みんな宇宙の方に意識を向け始めると、あのもっともっとこう自分がスターシードとしての自覚が出てきたりとか、あとはその自分がなんていうのかな、のんびりのんびりあのゆっくりあのなんていうのかな、統合とかさ手放しとかやっててもいいんだけど、宇宙の方意識向けると早いよって思いますね。そうで、そういうのの、まあ、なんていうのサポートで、だから要はそういう、まあ、行ったり来たりしてる、私は行ったり来たりしてる組だと思うんですよ。あの好きなんだよねこういうの、なんかいろんな、やっぱ自分でもなんとなくそうかなと思うし、いろんなとこで言われる、見てもらったりすると、要はもうこういう仕事をずっとしてきてるんですよ。前世とかでもそうだし、なんだろうね、だってさ、私ってこれをねすごい伝えたいんですけど、私って全然チャネリングとかすごくないんですよ。またまたって絶対あの思うと思うんですね。要はこんなほらね、動画とか YouTube とか出してるしね、なんかすごそうな感じするのかな、わかんないけど、チャネリング歴は1年ぐらいですかね、1年経ったかなみたいな、うん、今までだから、まあ、4年前に潜在意識っていうものに出会ったじゃない。その時の私っていうのはもう全然感覚がなかったんですよね。見るとかもうスピリチュアルがまずな、世界目で見える世界がしか信じてなかったから、スピリチュアルの世界なんてあるなんて知らなかったよ、うん、知らない、なんだろう、あるのかなとは思ってたけど、そういう能力が自分能力だね、能力があるなんて全然知らなかったし、だから一番最初にさ、私のここの第6チャクラって 3% ぐらいしか開いてなかったんですよね。今は多分 90% ぐらい開いてるのかなと思うんですけど、ここが 3% しか開いてなくて、で私のお姉ちゃんヒーラーなんですね、こういうスピーチャーの仕事してるんですけど、お姉ちゃんに開いてもらったんですよ。ここなんか、うん、開いた方がいいかななんつって言ってくれて、 15% ぐらいまで開いてくれたんですね。で開いてもらってからやっと少し感覚が出てきたっていう感じが4年前なんですよ、うん、でそこからなんかこうもう修行的じゃないけどさ、ずっとブロック解除1本ですからね、いろんなスピワークとかに行かないで、もうさ生活がきつくてブロック解除で、要はもう手放し手放しブロック解除でさ、自分っていうのをどん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 あの外してって、ガとかさ、そうで今の自分になってきて、でもそれで途中からだん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 なんとなく、まあ、こういう第六チャクラが開いてきたりとか、あの、まあ、感覚的な部分がさ戻ってきたんですよね。要はずっとやってたら戻ってきて、それでそれでもまだなんか、まあ、これはまだちょっとスピリチュアルだったんだと思うんですね。スピリチュアルな領域にずっといたんじゃないかなと思うから、うん、まだなんかね、なんかまだあるんじゃないかなとか、なんか、うーん、なんていうのかな、目の前に大きい壁があるような感じはあったんですね。でそのあたりがだからこうちょうど今1年ちょっと前ぐらいに受けたセッションでさ、宇宙のことを聞いて自分のガイドとか、なんていうのかな、うん、まあ、前世がね宇宙から来てるっていうのを聞いた時に、うえーみたいな、本当にびっくりしたんですけど、ここからが早かったんですよ。だから全然違う自分になっちゃったから、うーん、こんな偉そうにさ、チャネリングとはなんてなんかやったりさ、前世とはとかってやってますけど、前世はまあ前の時も見てたけど、今の方が見えるんですよね、すごいあのよくわかるっていうか、うん、前はだからちょっとスピーの方のブロック解除やってた時っていうのは、要はもうスピリチュアルな方だったから、スピー意識というのかな、そうだからなんていうのかな、あんまりアレンジ聞かせられなかったしね。だ今なんてさ、だから宇宙意識というか宇宙の方に意識を向けたり、うん、こういう風になってからはもういかに端折るかみたいな、なんか100あったら1にするみたいな感じで端折りまくってる感じですね、うん、なんでかっていうと、要は前世の自分やってんだろうなと思いながらやってるってことなんですよ。だからねすごい短いんですね、うん、スピリチュアルとかこういう宇宙の方とか、私は
みんながね、私はなんかちょっとしかやったことないしとか、こんな私がそんなことを思っておこがましいとか、もうねそういうこと一切思う必要ないってことなんですよ。なんか私本当にね、あのよかったらお手本にしてほしいというか、あのそういう経歴関係ないってことなんですよね。スピ歴が何年あったかとか、サイキック能力があったかとかっていうのは一切関係ないんですよ。もともとみんな持ってる能力だから、そうそう、そう、それをね、私はね本当に自分で体感しちゃったんだよね。だから 3% しかいられてなかったから、本当にひどかったですよ。前世見るときは目の裏見てたからね、ここの目の裏見て、お客さんに目が見えます、ブロックのイメージは目が見えます、解除後は蛍光灯の光のライトが見えますみたいな感じでさえやっちゃってたんですよね。なんかそれでもちゃんとできてるんですけど、そう、要は全然だから見る力も少なかったんですよね。そういうところからあの私が今のようになってるから、なんかそうだから、そういうなんていうのかな、みんなね響く人も結構いるのかなと思うんですけど、要はあの自分が宇宙意識になったり、宇宙の方に意識を向けたり、あとはスターシードかなってあの認めたんですよね。あれ私スターシードだなかもなみたいな感じで認めてから、なんかねもう踏ん切りがついたというか、なんかもういやみたいな、もういやもうスターシードですみたいな感じでやっちゃってる感じなんですよ。宇宙人だしいいじゃんみたいな感じでなんかそうやってるんですよ、だからなんかちょっとさ言っちゃってるもんね、内容が、動画の内容とかもちょっと言っちゃってるんですけど、言っちゃってるってちょっとなんで言っちゃってるね感じだけど、何かねやっぱりね、みんなスターシードだから、はい、あの響くことがあるかなと思って今ちょっと配信しています。スターシードの凄さっていうのは本当によく私も感じていますし、すごいもう全然ね関係ないんですよ、経歴とかあの何こういうことやってたとか関係なくて、もうこの人すごいみたいのっていうのがいっぱいいるから、本人が気づいてなくてね、だから早い段階で、あの気づいて、あのスターシードかなっていうのを気づいていただいたり、あとはあの、宇宙の方に意識を向けていただくといいんじゃないかなと思います。でなんでこれ撮ろうかと思ったかっていうと、要はなんか周りにさあんまり人がいなくなっちゃったんですよね、あのなんて言うんだろう人がいなくなっちゃったっていうのも変ですけど、やっぱりさあの上がってくる次元がやっぱ上がってくるみたいなんですよ、宇宙の方に意識を向けたり、だから要はもう心地いいところの空間にずっといるんだよね、こういうなんかね引き寄せとかの原理とかさ、なんかいろんなことがあの分かってきた時に、だん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 自分の周りにさいろんな人がいなくなってきて、とても平和な日々だらけなんですよ。そうだからみんなもなんかこういう風になってほしいと思うし、であの起こる現実としては本当に最高のものばっかりなんですよね、楽だし大変じゃないですよ、楽だし楽しいし、あのこの地球的に言うとさ、とても収入もなんか上がっちゃってさ、どうしちゃったみたいな、みんなにあきこさんなんて言われてどうしちゃったみたいな、これはもうさ要はもうあの宇宙と同調してるからなんですよね自分が、だからみんなもなんかこういう風にしてもらえればいいかなって思うし、こうなればいい、もともとはみんなうまくいくのが当たり前の本当スターシードなんですよね。そうそんな感じで今配信しました。はい、じゃあまたなんか撮ります。ではでは。There is a